古いアルバムの中に隠れて思い出がいっぱい無邪気な笑顔の下の日付は遥かなメモリー時は無限のつながりで限りなく澄んで君を包んでいた大人の階段登る君はまだシンデレラさ幸せは誰かがきっと運んでくれると信じてるね少女だったといつの日か思う時が来るのさ きらり木漏れ日のような眩しい思い出がいっぱい一人だけ横向く記念写真だね恋を夢見る頃ガラスの階段降りるガラスの靴シンデレラさ踊り場で足を止めて時計の音を気にしている少女だったと懐かしく振り向く日があるのさ少女だったと懐かしく振り向く日があるのさゆりです。本日は H2O さんの思い出がいっぱいを弾き語りさせていただきました。ありがとうございます。タッチをこの間弾き語りさせていただいてなんかアニソンいいなって思って名曲アニソンの中その名曲シリーズの中からちょっと何か歌えないかなと思った時に思い出がいっぱいそういえば好きでよく学生の時に歌ってたなと思ってこの曲を選びました。足立満先生のテレビアニメみゆきというアニメの曲なんですけど足立満つながりなのって言われて私そこは完全に意識してなかったんですけど着せずしてこういったつながりになりました。なんか改めて歌ったけど本当にいい曲だなと思って学生の時からそうさっきも言ったんですけど自分でこう練習というかなんとなく歌ったりしていてたんですけどなんか人前で発表したりとかはなく初めてちゃんとこうなんだろう皆さん誰かに届ける形で弾き語りをした曲です。結構やっぱキーがね高くて歌もサビ大人の階段登るっていきなり高くなったりとかしてここがちょっと個人的にこのカンって上がるとこが難しいなって思ってます。結構その音のなんだろうな高くなったり低くなったりがサビ以外も多いかなってあれもなんか隠れて思い出そんなことないか笑顔の下の日付は遥かなメモリー時は全然来ないですねサビの高低差が個人的には難しいなと思っておりました。あとギターなんですけどやっぱギター結構その
昔から弾いたりとか曲を知ってたので、なんかちょっと慣れてる感じはあったんですけど、あのサビの、 あの F メジャーセブンが出てくるとこ、まあたびたび出てくるんですけど、あの消防署だったとのとこの一番最初が消防署だったとなんですけど、その直前に G7 を弾いてて、この G7 の手から F メジャーセブンに行くのに、私がちょっとなんか一段下の C を押さえちゃいがちで、本当はもう一段下の F メジャーセブンなんですけど、ここがちょっとケアレスミスポイント、ちょっと ミスっちゃいそうだなって思って、ちょっとこう気にして弾いていた場所でした。はい、ということで、あのお気づきの方、駒形さん無事ライブが終わったんだな、すごい浮かれてるなってあの思う方もいらっしゃると思いますけど、今回はあのライブグッズを使って収録臨みました。あのワンマンライブでの弾き語りも無事に終わりまして、あのアワーストーリーという曲を弾き語りさせていただきました。本当に自分のワンマンライブで弾き語りができたのも、この YouTube の企画あってこそだなと思ったので、とても感謝してます。やっててよかったなと思いました。ありがとうございました。はい、そしてなんとですね、私ライブハウスツアーをやらせていただくことが決定しました。駒形ゆりフォースライブハウスツアーパッショナート、こちら8月23日から始まりまして、初日が名古屋、8月25日私のお誕生日は大阪、そして9月1日は東京で、ライブをやらせていただきますので、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。というわけで本日も、グッドボタン、チャンネル登録、そして通知の方をよろしくお願いします。というわけで以上、駒形ゆりでした。またねー。